ゆうだい先生始まるよーはい皆さんこんにちは今日はですね日本語の数字と助数詞のアクセントを見ていこうと思いますまあかなり複雑ですのでまあゆっくりねあの聞いて練習してくださいまずはじめに数字から11は22は33は44は四4 4 四は5、五、五は、六、六は、七、七は9、七、七は、八、八は、九、九は、九、九は、十、十は。このようなアクセントになります。数字をただ数えるときは1、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十というふうに。 全部頭高で言うこともあります。ですけれども基本的なアクセントは先ほどの通りです。まあそれからあの十以上の数ですけれども十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十ですけれどもまあ十三とか十五という人もいます。私もそうやって言うことはあります。 十、二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、百。まあ六十と八十を六十八十と読む人もいます。百に関しては、前に来る数字によってアクセントが変わることもあります。例えば。ええ百、二百ですが、三百頭高になって。 えー、400、500、600、700、800、900みたいな感じになりますそして1,000とか万に関しては「せ」とか「万」にアクセントの角が来ることが多いです1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000みたいな感じですね万とか、えー、一万、とか1 三万、四万、五万、六万、七万、八万、九万、十万。みたいな感じですね。えー、その次に、あの、つで終わる、えー、数える時の言葉ですね。一つとか、二つとかね。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つ、と。 で、これなんですけれどもまあ一あつ問題がありまして副詞ととして扱うきは平板になります。まああのこれねいつかあの特集を組んで紹介しようと思っているんですけれどもあの例えば「一番」という言葉は私が一番です。こうやってあの名詞で言う時と「私は何々が一番好きです」という時でアクセントが変わります。同じ単語でも、 明日ととかいうあのそういういのと同じですね明日もその明日行く明日は行けないみたいな助詞があるかないかによってアクセントが平板お高と変わりますけど今回もそうで例えば「十、えー、個ある」っていう時に「等ある」というよりは「十あ,ある」みたいな言い方をすることもあります。えー、助数詞のアクセントは頭だか中だかお高,高平板後ろに来る助数詞によってどのアクセントになることもあります。 ですから、まあ、一つ一つ覚えましょう。でまずはじめに、頭高型から。一、えー、本、一巻、一個、一分、一歳、一頭。他の数字でも、七以外はすべて頭高になります。えー、例えば、一、えー、本、二本、三本、四本、五本、六本、七本。七本だけは七本。一、えー、分、二分、三分、四分、五分、六分、七分、七分ですね。 で8分9分10分みたいな感じになりますでなかなかのものは例えばこんな感じです1、えー、時1度1枚1台1、えー、人1部屋みたいなこんな感じですねでこれを数字を変えますとまあ、数字によってアクセントが変わるものもあります例えば1時であ2時3時4時 5時これらは頭高ですですけれども6時は1時と同じですねで7時7時も1時と同じですで8時も同じでで9時10時がまた頭高になりますパターン2ですけれども、えー、これはですね後ろに来る助数詞の最初の拍にアクセントの角がきます、えー、1回、えー、1ヶ月1グラム1時間1等このような感じになりますで、えー、これも 数字によってアクセントが変わります1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回、まあ、ですけれどもこれは結構方言によってもアクセントが違うこともあるのでまあこのように読まれないこともあるということは覚えておいてください。はいそして1時間2時間みたいなものはアクセントが全て同じところにきます。1時間だったらあの えー、後ろの時間の字ですね1時間2時間3時間4時間全部同じアクセントになりますそしてお高1、えー、冊1着、えー、1日1日1室1、えー、度にの1度で1匹1発1番目1日目このような感じになります1冊2冊3冊4冊 五冊、六冊、七冊、八冊、九冊、十冊で。これらのうちで、一冊、六冊、八冊、十冊はおだか型になります。一冊がこのような感じになります。そして、二冊、三冊、四冊、五冊、九冊が頭だか型になって、七冊は中だかになります。 そして最後に平板のものですけれどもさっきと違ってねあの1階フロアの意味の1階2階3階は平板になります漢字検定とか英語検定みたいなものは1級2級3級という感じで平板になりますで1周これも1周するとかも平板になります注意事項ですがこれもこれもですねあの副詞として使われる場合は平板になります じゃあ例えばですけど誰かが「台湾に何回行きましたか?」って聞いてきた時に「私は1回です」と答えるんですけどこの場合はもともとのアクセントですが「私は台湾に1回行ったことがあります」という時は「1回」とアクセントが平板になります。